をご覧の皆様、こんにちは、大島優子です。ATV の中ではパフォーマーとしては絶対に負けません。数ヶ月で爆音目覚ましを出ること、あ、まず服を全部脱ぎます。一日中寝てます。ウォーリーを探すっていう本があるじゃないですか。隠れ守ってる映画のサイト、名画クラブの飯田優子です。携帯の方が多いです。重いものを持った時に出る血管が好きです。目を見て話す、話がを分かってくれる人、したい方、直接会うリス4です。 AKB4 年目だから、あと6年あの武道館のデビソっていうちょっとステージからまた出たステージがあるんですけど、そこに立って見渡す限りの客席で星空を眺めているような感覚で、それがこう上からサイリウムがキラキラして降ってくる感じがもうなんとも言えなく今でも焼き付いています。